はい、どうもこんばんは、小林隆史でございます。なんかね、動画でなんか喋ろうと思った時に、喋る話題なんかねえかなって思うとね、よく結局なんか見た動画の話とかそっから考えた話とか多くなっちゃうんですけど、最近で、もう一本そういうのをねやってみようと思うんだけど、あのなんかね、ジローラモさんって言うじゃないですか。あの人のっていうのかな、なんつうの、なんかどっかテレビ東京かなんかの、そういう YouTube の中のコンテンツだと思うんですけど、ね、ジローラモさんの、ジローラモの作り方っていう動画があって、なんかそれをね見ちゃったんですけど、それどういうものかっていうと、ジローラモさんは俺が見たやつはね、声だけの出演なんです、ナレーションだけなんですね。で、ジローラモの作り方って、で、その動画はどんな動画だったかというと、まあ、大学の先生がですね、テストステロンって男性ホルモンがあるんだけど、テストステロンに関するお話をしていると。で、その動画が、まあ、先生のお話があって、で、途中途中で、なんかその、いいこと言ったところで、すごいね、それとか、ジローラモさん。声だけだよ。すごいね、それとか、それは大事ねとか言ってるナレーションが入るだけっていう、ジローラモさん楽な仕事してんなみたいなね、そういう動画で笑っちゃったんですけど、そこに関しては。でも俺、体を鍛えるようになってから、このテストステロンって言葉には結構ね、敏感になったというか、ちょっと食いつくようになったところがあるんですよね。まあテストステロンさんっていう、YouTube やってる人、まあ、本出してる人もいたりして、筋トレがから、なんていうの、精神にいいんだぞみたいな本を出しているテストステロンさんって人もいたりして、で、またその男性ホルモンって、結構大事だよみたいなこと、まあ、バカバカしくいるためにも大事だよみたいなこととかいろいろ言われてて、テストステロンがどうやったら出るかとかですね、あとそのテストステロンがの効果みたいな話を大学の教授がしている、まあ、動画だったわけですね。だから俺もちょっと食いついて、どれどれと思ってね、テストステロンを出すためにハンターになれみたいな、そういうテーマの動画だったんですけども、5分ぐらいね。で、それ見てて面白かったんだけど、なんかね、その先生が言うには、テストステロンの出し方って、もちろんそのもともとその狩りをする民族としての、まあ、男の人がかな、まあ、だから男性が狩りをするときに、まあ、出るものとして、まあ、テストステロン、男性ホルモンっていうのがなんかこう結構大事だったみたいなんだけど、で、だから出し方としていろいろこう狩り的な状況、達成感を得るとか、人からの評価を得るとか、なんか困難にチャレンジして突破するみたいな、そういうことをするときにもちろん出るんですよね。で、しかもその道のりが険しいほど、なんか簡単にちょっとチャレンジしたら入ってに入りましたみたいなだとなかなか出ないんだけど、なんかこう困難を乗り越えるそのプロセスで結構出るらしいんですよね。だから難しいものを手に入れるように頑張った時ほど、まあ、出たりするみたいなことがあるらしいんだけど、ただ逆に男性ホルモンだなと思って面白いのは、でも男性の場合ですよ、男性の場合、別にその年齢とか美醜の問題とか何にも関係なく、新しい女性に出会った時とかに出るらしいんですよ。それも面白いですよね、男ってっていうかさ、まあ、そういうために出てるんだろうからね、新しい知らない女性に出会うと男はその男性ホルモンが出るっていう、ああまあ摂理とか思ったりもして面白かったんですけどね。あとはそのなんだろうな、プロセスっていう意味では、例えば、釣りとかゴルフとか遠足とか何でもいいけど、なんか、ま、前日の夜にいろいろ準備とかしてる時にワクワクするじゃないですか。そういう準備してる時、あるいは計画を練ってる時とかにもテストステロンって高まっていくんだって。ああ、そう考えるとなんかやる気出すホルモンとしてやっぱり大事なんだなと思ったりしますけどね。それで、あ、一つ、あ、俺それ体鍛え始めてからより強くなったかなと思ってた、効果が、テストステロンの効果っていうのがあって、それはですね、
鈍感力が上がるんだそうです。つまり人が何て言うかなとか、どう思われるかもしれないとか、そういうなんかことをあんまり気にしないで済むようになっていくっていう効果があるんだそうで、なんかもしかしたらそれは俺結構実感してるのかもしれないなと思いますね。もともと別に気にしないぞと思って生きてるタイプなんですけど、より体を鍛えたりするときするようになってから、余計にあんまり、まあいいじゃん人が考えるのは好き好きでというか、まあ俺とは違う考え方なんだしということを割り切れるようになってきたような気もしますよね。だからそういうふうになんかあまりにも周りの人にどう思われるか怖くてとか気になって何もできませんみたいななっちゃうような人はね、体を鍛えるのはいいですよって言いたいなと思ったりします。鈍感力って結構大事なんじゃないかなとも思うよね。なんかいろんな、日本って結構どうしてもその周りの目とか世間の目とかそういうのを気にしすぎる傾向ってあるじゃないですか。だからね、ちょっと体を鍛えるとね、あんま気にならなくなるよっていうことで、ぜひ本当はね、体を鍛える、動かすっていうのは本当に試してほしいなと、精神のためにもね、試してほしいなと思ったりしますね。で、まあ総じて結局ハンターになれというお話でしたんで、まあ結局その何かを追いかけている時に出るというのは間違いないみたいなんですよね。だから例えばそのパートナーを得て、なんていうのかな、幸せな状態になっていると、そこに対してはテストステロンはあんま出なくなるとかっていうことらしいんだけどね。まあでもなんか少年のようにですね何かを追い求め続けるっていうのも、なんかそのテストステロン的には大事な行為なんだなと思ったりします。まあ今は体を鍛えるっていうのが僕にとってまあメインテストステロン修行なんで楽しんでそのままやっていきますけどもね。はい、というわけで、僕が個人的に気になってしまうテストステロンの男性ホルモン、まあ成長ホルモンでもあるわけなんでね、なんでそういう、効果があるそうなんで、見直していただくと、というかまあ運動するのいいですよっていう、まあね、おすすめっていう動画になってますかね。はい、というわけでした。またね、バイバイ。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますのでよろしくお願いします。小林隆史でした。